はいどうも、虫とりチャンネルのアリュです。今日はね、高山蝶を見に来ました。本州にはね、高山蝶何種類かいるんですけども、その中でも特に絶滅の危機に瀕している水山城蝶っていう蝶々を撮影しに来ました。当然なんですけども、最終は禁止となっておりますので、今回ねカメラでの撮影をしたいと思ってます。まずは登っていきたいと思います。あれはヒョウモンチョウの仲間でね、ヒョウモンチョウもね最近数を減らしている蝶々の一つです。何ヒョウモンかな、あれ。高山蝶は氷河期の生き残りと言われていて、昔氷河期で日本中が寒かった時代に日本に移り住んできた種類たちなんですけども、そこから氷河期が終わってだんだん気温が高くなっていくにつれて、涼しい山の上の方に取り残されてしまった個体たちですね。だからね、このまま温暖化が続けばどんどん生息地が少なくなっていってしまう、そういった絶滅の危機に瀕している種類になります。その中でもね、今回狙ってるミヤマシロチョウは人の手で絶滅の危機に瀕してしまっている蝶々になります。っていうのも、昔はたくさんいたらしいんですよ。けどミヤマシロチョウの幼虫がね、ガの幼虫と間違えられて駆除されまくってしまったっていう経緯があるんですね。もともと少ない高山蝶なのに駆除の対象になってしまったがために、もう本州ではほとんど生息地がない状態です。レア昆虫発見。レアの蝶々。あれ、二筋蝶だ。初めて見た。あ、下付けの花で休蜜してる。この二筋蝶っていうのは下付けの花で繁殖する、そういった蝶々になるんですけども、結構珍しい。やっぱ標高が高いだけあって食性が結構貧弱ですね。木が大きく育たない、そんな環境になってます。なんでね、高山蝶が生息しやすい草原になってたりするんですよね。なんか日陰に蝶々が集まってる。ヒメキマダラ日陰だね。ヒメキマダラ日陰。この辺には黒日陰がいる。黒日陰はこの木陰で涼んでる。めちゃたくさんいる。地面から水を吸ってミネラル分、カリウムとかカルシウムとかのミネラル分を吸収してるんですよね。だからね、僕らでいうとこのアクエリなんですよね、これ。蝶々たちのアクエリ。やっぱ標高高いところに来ると平地では見られない昆虫がたくさん見れて楽しいですね。この調子でミヤマシロチョウ見つかるといいんだけども。いた、いた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 、ミヤマシロチョウ。あれあれ、ミヤマシロチョウだ。いた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 、あれ、そうだ、いましたね。おー、マジか。結構大きい白い蝶々だった。あれがミヤマシロチョウか。すげー、ちゃんといた。この辺で待ってたらね、また姿を現してくれるんじゃないかな。キモカワ幼虫見つけた。これシャチホコガの仲間ですね。モンスターみたいな見た目してる。シャチホコガの仲間ってこんな変な形してるやつ多いですよね。明らかに威嚇してるね。すごい。こっち側が頭ね。こっちのピロピロはね、ツインテールみたいになってるのはね、お尻。ヒメキマダラヒカゲが下付けの花で休蜜してます。昆虫って実は暑さに弱い種類がほとんどで、真夏の本当に暑い日っていうのは昆虫も動かないんですよ。日陰とか涼しいところで気温が下がるのを待ってるんですよね。最近ね、標高低いところはもう気温が高くなりすぎて、夏真っ盛りなんだけども、逆に昆虫の数が減っちゃいます。一方でね、標高の高いところは真夏でも涼しいんで、昆虫の種類が結構多く見られたりします。このアザミの花は結構蝶々来るんでね、今回狙ってるミヤマシロチョウもこの花に休蜜に来るんで、要チェックな花です。実は最近筋トレしてて足回りが強くなったかなと思ってるんですけども、全然きついわ。何も変わんで、っていうか機材が重い。いい映像を撮るために背負ってるから仕方ないわ。全然使ってない機材とかあるけど、山頂か。来た。あれ、ミヤマモンキじゃね、あれ。
ミヤマモンキだ。ミヤマモンキ鳥がアザミの花吸ってる。このミヤマモンキもね、ミヤマシロチョウと同じようにすごい貴重な貴重な生息地の限られた高山鳥になります。山頂にはミヤマモンキと人しかいなかったので下ってます。下ってるんだけども、まだまだね、この先にもミヤマシロのポイントあるから、そこで見られることを祈ってます。アサギマダラだ。フジバカマかな。高山植物で休密してる。ちょっと逆光飛んじゃった。銀星ヒョウモンかな。君らアザミの花好きだね。二筋鳥は筋が1、2、2本なんですよね。なんかこの辺だとすごく多いけど、かなりね生息地は限られてる蝶々。この辺にね下野っていうこいつの食草がたくさん生えてるんで、それで多いんじゃないかなと思いますけども、本当にね下野ってそんなどこにでも生えてる植物じゃないから、これがいるのも結構珍しい。お、あれもミヤマシロチョウじゃないか。あ、残念、モンシロチョウでした。え、ちょっと待って、いる？あれ、あれそうじゃない？これか？あ、いた！いた！ミヤマシロチョウだ。もっと近づこう、あれ。って言っても、こんだけ距離あるから近づけないんだけど。けどあれは、バッチリミヤマシロチョウだ。あ、超嬉しい。めちゃめちゃ登った甲斐あったわ。よかった。はい、こちらね、ミヤマシロチョウっていう蝶々なんですけども、もう本当に全国で、本州だとここぐらいしか確実に見れる場所ないんですよ。その他の地域にもね、たくさんいたんですけど、昔は。全部、絶滅です。ここ以外はね、ほとんどいないです。でもね、ここでちゃんと見れてよかったわ。そして、今まで生き残っててくれて、ありがとう。今、ちょうどお食事タイムかな。じゃあね、ちょっとこれからね、僕はね、このカメラ使って綺麗な写真撮ろうと思うんで、ちょっとこれから頑張って写真撮りたいと思います。はい、っていうわけでミヤマシロチョウの撮影無事終了しました。ありがとう。いや、すげえいいチョウだった。もうね、カメラもねバッテリー切れるまで撮り尽くしましたんで、今回はねバッチリ目的達成ってことで、いい遠征ですねこれ。じゃあね、僕はこの後もう汗びっしょりなんで温泉入って休憩しようと思うんですけども、今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。ブッショリチャンネルでは昆虫採集、昆虫標本、最近では昆虫飼育の動画も上げているんで、こういう動画見たかったって方はぜひチャンネル登録、高評価、通知登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。